キリト、そんなに慌ててどうしたの？ほ、本当？それで一体どこにあるの？すごいじゃない！私にも読ませて。このアイテム、家事のクオリティの上限を上げるって書いてある。もっと驚きなさいよ。あのね、武器の品質ってスキルや素材によってランダムに決定されるじゃない？この秘伝の書によれば、そのランダムで出る品質の上限を引き上げられるの。つまり強い武器ができる可能性が高くなるってこと。単体でもすごいアイテムよ。絶対に手に入れるから待ってなさいよ、ベルンドハンマー。教えてあげた方がいいと思うの。うん、完全に宝の持ち腐れって感じだった。装備を持てるなら、ちょっとくらい名前が知られててもおかしくないはずなのにね。そうなのよ、それも不思議なの。アルベリヒなんて名前聞いたことないでしょ。はい、聞
ですね。私もです。でも装備だけっていうなら、例えばイカサマなトレードかなんかで稼いだとか、そういう可能性もあるんじゃない？実際にそんなことは考えにくいよね。謎のままですね。なるほどね。なんか注意した方がいいやつだってことは分かった。そうよ、金に物を言わせてなんか変なことしてくるかもよ。やめてくださいよ、リズさん。特にアスナ、あんた目立つんだから気をつけるのよ。そのアルベリヒとやらは、鉄明騎士団宛てに連絡してきたんでしょ？ちょっと粘着気質を疑った方がいいよ。嫌なこと言わないでよ。でもみんなも気をつけてね。この世界にも変な人はいるから。帰り討ちにすればいいんでしょ？リアルよりもこっちの世界の方が単純じゃない？シノンさん、頼もしい。私もその気で行かなくちゃ。まあ、いざって時は黒の剣士様が助けに来てくれるわよね。ちょっと、そこは任せておけとか言うとこでしょ？か弱い女の子を戦わせる気？もう、最初からそう言いなさいよ。とにかくみんな気をつけようね。おう、キリトじゃねえか。ちょうどいいところに来たな。おい、待て待て、悪い話じゃねえって。いい装備品が入荷してるんだよ。それも訳ありで格安ときた。
ておかなくっちゃ。装備品ってのはこの服だ。それがな、この服ペアルックなんだ。ああ、しかも男女ペアで身につけないと本来の性能を発揮できないらしい。そう思うだろう？この女性の少ない SAO でこの服を男女ペアで着用できるようなやつは、そりゃもう大変な過保護ものってことだ。キリト、お前せっかくこの服を有効活用できる境遇にあるんだ。ありがたくもらっとけよ。安くしとくぜ。ああ、そういえば、ログハウスの内装は気に入ってもらえたか？そうだろう、そうだろう。出血大サービスだったからな。俺とおめえの仲だ。恩なんて感じなくていいんだからよ。私にプレゼント？ということで、早速二人でこの服を着てデートに行きましょう。今からに決まってるじゃない。じゃあすぐに着替えるからちょっと待っててね。お待たせーって、キリト君まだ来ていないの？そっか、ペアルックでデートなんて恥ずかしいよね。ごめんね、一人喜んじゃって。キリト君、無理しなくても。
もう初めからそう言いなさい。あれってもしかして閃光のアスナと黒の剣士だよね。結婚したって話はあったけど、あんなにラブラブなんだ。キリト君、そのサンドイッチもう一つ食べる？でもなんかここで食べても味とかよくわかんないね。私たち目立ちすぎだね。そうだね、私もちょっと恥ずかしいかな。でも新鮮だね。こんなデートを SAO でするなんて思わなかったな。本当？じゃあ。ああ、大胆な。見せつけてくれるよね。さすが夫婦。くそ、爆発しろこのリア充どもめ。いや、リアルじゃないけどよ。サンドイッチのソース口元についてたから。嘘だよ、食べかすなんかつくわけないでしょ。飲み物買ってくるね。